午前中だけ晴れますということで、朝から畑で作業中。何やっとるだね。枝豆、うん、はい、枝豆。そんなにできてる？いっぱいできてるけど、まだ小さいのがあるから見せて。よう膨らんで裏向き。この辺？ここはもう取ったやつだけど、こっち。あ、これか。枝豆です。どうやって取る？ちぎれば、本当はみんな位置出す人はハサミで丁寧にちぎるけど、うん、うちで食べるだもんね。いっぱいになってる、こう。枝豆の収穫。うん、これ、塩ゆでする。うん。この間やったらね、美味しかった。はい。今日は枝豆の収穫。これはね、そのまますぐ茹でるよ。うん。この間茹でて、ちょっと塩が足りんかったで、今度もうちょっと塩をたくさん入れて。うん。そこにネジ花があるで、写してみ。ネジ花ってない。花がねじってる。どこ？これぐらいでいいな。はい、今日の枝豆の収穫は。こんな感じです、うん、まだまだこれ取れるの？取れそうだね。まだ向こうにもあるし。ああ、ドラえもんの前の小屋のところあります、枝豆。どれがネジ花？これネジとだろう。こうやってネジと。ああ。かわいいじゃん。これネジ花です。ねじれてます。これ何、本当にネジ花っていうの？そうだよ、本当にネジ花だと。うーん、欲しくて欲しくてさ、うん、はい、ということでこれからもうすぐ塩ゆでするの。はい、ということでさっきの枝豆、スイカです。これをおろしてくる。何がこれ邪魔くさ。はい、取ってきたやつもこれすでに洗ってるんだ。はい、で塩もみ。毛を取るんだって。こう毛が生えてるじゃん。枝豆の、ああ枝豆のあの毛ね。うん、うん、あれをね、うん、これであと取れる。うん、書いてあった。検査。検査。Google 検索頑張ってます。はい。そして。茹でる準備ができます。これどれぐらい茹でる？沸騰してから4分。うーん、で塩を入れるタイミングは今から入れるんだよ。もう、はい、水入れる。4分煮るうちに水を飲んだ。これぐらいで、この間、はい、この間これぐらい入れるとね、しょっぱくなかった。はい、これで適当入れていきます。これで沸騰してから4分煮ていきます、うん、はい、だいぶ沸騰してきました。これで4分置いていきます。何タイマー使う？うん、5分なと。いいじゃん、5分でもちょっと硬かった4分で、私としては。はい、茹でていきます。やりたない時が偉いです。今日雨が大雨だったら休もうと思って。はい、茹で上がりました。これ開く？ああ、うん、曇っちゃった。ん？カメラが曇った。はい、これで水で一回ちょっと冷まして、それから皮を剥いていきます。皮を剥いて今日はこっから一手間かけます。味だけ確認してみる。柔らかい？うんうん、ちょっとこれぐらいがみんなビールのつまみにあげるの。うん、美味しい美味しい。はい、全部やっていきます、いい色だしね、美味しい。はい、枝豆を全部
もさやから出しました。もったいなくない、ね、まずかったらどうすんの。まずくはない。はい、一個ちょっと試食。うん、ビールのつまみに最高。もうちょっとビールのつまみならしょっぱくてもいい、しょっぱくてもいいね、うん、はい、これにフライパン今出しました。そしてごま油、出したのはごま油、うん、はい、そして枝豆と、用意するものは枝豆と藻塩昆布と、そして安丸の入り昆布だし、これで あえるって、これ焼くっていうの、炒めていきます。まずは枝豆を軽くごま油で炒めます。あれを入れんでもいいか、何も彩りにカニカマ赤でけね、美味しそうだよ。じゃあ入れりゃいいじゃん、カニカマ彩りに、彩り、はい、じゃあ彩りにカニカマも入れていきます。もう明日からさて買い物だで、あるのみんな使わない。明日は天気良くなるって言ってね。今日も悪いって言ったけど、こんないい天気じゃん。昼から悪くないんだよ。昼からは悪くない。土砂降りにはならんと思うけど、雨のちっちゃい傘マークが出とったけど、ゆうべちょっと入れすぎじゃないの、それ。何？ゆうべの雨の強さは、私はこの辺絶対私は大丈夫と思って寝とったけど、すっごい降った。はい、こんな感じで彩りを良くして、みんな煮えてるからさ、うん、もうすぐ入れてもいい。まあそうだね、そうだよね、あんまり炒めてもいい、うん、はい、そして続いて藻塩昆布、北海道産、はい、あ、ごま油のいい匂いがしてきました。これぐらい、これぐらいできるのね、はい、一つまみ程度ですね。はい、これで炒めていきます。これをどれぐらい入れる？味を確認してから入れてみる？これは、ね、食べるのめんどくさいよ。リハビリだよ。いいじゃん。リハビリ。指先の運動で、うん、ぜひ。卵で閉じればさ、持てるけど、ほんでなんてな。スプーンですくやいいよ。だけど、もう塩茹でしてあって、うん、塩昆布だし、うん、あっちます、はい、はい、塩昆布で味がついてるので、この入り昆布だしは本当に少しだけ気持ち程度入れていきます。なんでそっちで、このぐらい、はい、入れすぎないように、うん、これ大さじ1杯ぐらいですかね、うん、はい、入れていきます。はい、卵で閉じると美味しいと思うけど、持ちやすいし。じゃあ卵で閉じてみ。しょっぱくならんように。はい、急遽卵で閉じることになりました。はい、卵閉じに変更。途中で箸持ちにくいかもしれないね。美味しそう。色が綺麗だもんね。はい、こんな感じで、うん、なんかぐちゃぐちゃぐちゃってやらんの。やってもいいけど、ほんで揚げるね。はい、これで、これよし、あれ入れる。はい、こんな感じで出来上がりました。彩りも良くいい感じです。さて試食、はい、食べてみて。さあ試食です。全部入った、ちょっとしょっぱかったな、はい、卵と枝豆とカニカマと塩昆布、そして
入り昆布だし、安丸の入り昆布だしを大さじ1杯入れてみました。それではカボカボ食べるんちゃう？何やいや、安くんの何がじゃん、うまいだな、うまい何がうまい、これがうまいのか何がうまいのか知らんけど美味しいよ、うん、これ素材一個一個は二軍だけど全部合わさると一軍になる。なんで二軍なの？卵も一軍だし、なんで二軍だ？全一個一個はそうめちゃくちゃうまくないと思うけど、全部合わせてこうチームワークだね。今日はチームワークの勝利でした。はい、それでは。でもこれなんかすごいさっぱり食べれるじゃん。美味しいよ。うん。はい、ということで今日弁当もこのまま今日は枝豆の卵和えでした。